どうも、今回は自作 PC のマザーボードを交換して、Windows 11のライセンスをそのまま引き継ぐやり方についてまとめました。だいぶ前に Windows 10で同じような動画を作ったんですけど、今回は Windows 11に合わせて内容をアップデート。まあ10でも11でもやることはほとんど変わらないんですが、近いうちにマザボの交換を考えている方は、ぜひゆっくり見ていってください。さて、先日 B760 のマザボを買いまして、検証用で使ってた Z690 から Windows 11のライセンスを移行します。今回はマザボだけの交換ですけど、Intel から AMD に乗り換えたり、CPU ごと交換するときもやることは一緒です。主な手順をまとめるとこんな感じ。では順に見ていきましょうか。まずはパソコンと Microsoft アカウントを紐付けるところから。ローカルアカウントで Windows を使用している場合、Microsoft アカウントでのサインインに切り替える必要があります。どっちを使ってるかわからない方は、アカウントのユーザー情報というところを見ればわかります。Microsoft アカウントを持っていない方は、この機械に作っておくことをお勧めします。例えばアカウントと PC を紐付けておくと、手持ちのパソコンを一覧で見られて、ライセンスの管理がすごく楽なんです。まあ何台も PC を持ってる方はそんなに多くないと思いますけども。それとちょっと話が脇にそれますが、複数のライセンスを持っている場合、PC の名前を変えておくと、もっと管理しやすくなります。やり方はすごく簡単で、Windows ボタンを右クリックして、システムを選択。ここをクリックすると、名前の変更が可能です。私は今まで搭載してる CPU の名前にしてたんですけど、ごちゃごちゃ交換すると分かりづらくなるので、チップセットの名称に変えておきました。PC の名前を変えると再起動を求められるのでやっておきましょう。もう一度アカウントページを確認してみると、はい、名前の変更がきちんと反映されていました。使用しているライセンスが1台だけであれば、PC の名前は何でもいいと思いますよ。では実際に作業を始めましょうか。グラボや電源など、マザーボードにくっついてるパーツを一つずつ丁寧に取り外していきます。すべてのデータが消し飛んでしまう可能性はゼロじゃないので、念のため大切なデータは事前にバックアップを取っておいてくださいね。今回はベンチ台で使っていたので取り外すケーブルが少なめですけど、ケースに入れて使っている場合、ケースの配線類も一つずつ外していく必要があります。細いケーブルを引きちぎったりしないように、くれぐれも慎重に作業してください。ではストレージを取り外しちゃいましょう。こいつがすごく重要で、Windows はこの中に入っています。今回は M.2SSD1 台だけですけど、複数のストレージを使用していた場合、全部取り外してくださいね。あとは CPU グリスをきれいに拭き取って、CPU も取り外しちゃいましょう。私はキムワイプと IPA を使ってますが、普通にティッシュとかで拭き取っちゃえば OK ですし、そんなにきれいに拭き取らなくても問題ありません。一通りパーツを取り外したので、あとはマザーボードも取り外します。ATX のマザボだと、9個のネジで固定されていることが多いです。はい、これで取り外せました。では続いて新しいマザーボードを取り付けていきます。今回、ATX からマイクロ ATX に変えたので、ネジの位置を一部変える必要がありました。マザボのフォームファクターが変わる場合、一手間必要になることを覚えておいてください。マザボをケースに固定したら、CPU やメモリなどを一つずつ取り付けていきます。マザボ交換って新しいパソコンを組むのと作業量はあまり変わらないので、時間に余裕がある時にやった方がいいと思います。この時手順をミスってストレージを取り付ける前に CPU クーラーを固定しちゃってました。特に問題はなかったんですが、CPU クーラーは最後に取り付けた方が作業しやすいと思います。あとはメモリを取り付けて、グラボも取り付ければ作業はほとんど終了。ケースに入れる方がほとんどだと思うので、USB やらオーディオ周りのケーブルも忘れずにつなげてくださいね。では PC がちゃんと起動するか試してみましょうか。今回、電源を入れてみると、すんなりこの画面が表示されました。起動に少し時間はかかりましたけど、Windows のインストールとか BIOS を経由することなく、サクッと Windows が立ち上がりました。複数のストレージを使用している場合、Windows をインストールしているストレージ以外は外しておいた方がスムーズかもしれません。起動後はドライバのインストールツールが自動で立ち上がるので、全部インストールしておきましょう。ドライバのインストール後に PC を再起動すれば、はい、これで Windows の移行がほぼ完了です。
もともとインストールしていたソフトはそのまま残ってて、今まで通り普通に使えます。最近のゲームはクラウドセーブのものが多いので心配無用ですが、そのままプレイ可能なので安心してください。今回は ASUS のマザボから ASRock に変えたこともあって、以前のマザボで使用していた ASUS 関連のソフトはアンインストールしておきました。そのままでも問題はないかもですけど、何か不具合が出たら嫌なので、綺麗に削除しておいた方がスッキリしていいと思います。より完璧を求めるなら Windows をクリーンインストールしちゃえばいいですけど、特に不具合がなければそこまでする必要はありません。それと BIOS でメモリに XMP を当てたり、CPU の消費電力を 65W に制限しておきました。この辺はパーツや用途に合わせてお好みで設定してください。では最後に仕上げといきましょうか。Windows はすんなり起動しましたけど、実はまだライセンス認証は済んでいません。ユーザー情報のページを見ると、なんか黄色い箇所があります。まずはマイクロソフトアカウントにログイン。次に、右上にあるライセンス認証を今すぐ実行をクリック。トラブルシューティングをクリックして、デバイスのハードウェアを変更したをクリック。お待ちくださいのぐるぐるが表示されて、たまにサーバーに繋がらないとかで接続できない時があるので要注意。接続できない時は、少し放置してから再度挑戦するとうまくいくことが多いです。無事に接続できると、どの PC のライセンスを移行したのか選ぶ画面が表示されます。ここでさっき名前を変えておいた PC を選んで、アクティブ化をクリックすれば OK。少しぐるぐるして、はい、ライセンス認証も完了です。実はライセンス認証を放置してても PC は使えちゃうんですけど、数日経つと画面の右下に認証してねえぞ、という表示が出てくるのですごくうざいです。それと、短期間でマザボを交換すると、認証が通らないことがあります。以前、2週間も使わずに新しいマザボに交換した時、認証が通らずに別のライセンスを使うことになったことがありました。ほとんどの方は心配無用だと思いますけど、いろんなマザボを使いたい方はちょっと注意が必要かも。もう一つ、ライセンス認証が求められるのはマザボを交換した時だけで、CPU やグラボ、メモリの交換で再認証を求められたことは今まで一度もありません。iCloud などの一部サービスは CPU を交換すると再度ログインが必要になったりしますけどね。あとは BTO で買ったパソコンの場合、マザーボードを交換するとライセンスが通るときと通らないときがあるみたい。BTO の Windows は OEM 版で、自作 PC でよく使われる DSP 版とはちょっと仕様が違うんです。私自身、マザボ交換は自作した PC でしかやったことがないので、BTO とかノート PC のライセンスを移行した経験がある方は、ぜひコメントで教えてください。ということで今回はマザーボードを交換して、Windows 11のライセンスを移行するやり方についてまとめてみました。ややこしそうに見えるかもですが、やることは意外とシンプルですよね。Windows 10と表示が少し変わったところはありますけど、やることは全く一緒で、11になったからといってライセンス認証の仕様は大きく変わってないみたいです。11世代以前の Intel CPU から13世代への交換を考えていたり、Ryzen 7000シリーズへのアップグレードを考えている方は、ライセンス再認証のやり方をぜひ覚えておいてくださいね。マザーボードの交換は結構手間がかかりますし、作業中にパーツを破損するとデータが吹き飛ぶリスクもあります。自作 PC のパーツ交換は何か起きても自己責任になりますから、大切なデータは事前にバックアップを取ったり、くれぐれも慎重に作業を進めてくださいね。では今回の動画は以上です。今後も PC ゲーマーに役立つ動画を作っていくので、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。気になることがあれば、お気軽にコメントをどうぞ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。